はい皆さん、えー、こんにちははい今回もですねちょっとねグレーのシャツに着替えてちょっとねグレーな話をしたいなというふうに思っておりますやっぱりグレーなね話というと、えー、どうしてもですね皇室関係の、えー、特に永ヌ宮家の話もしくはですね見て子様の話だとかね、えー、そういったような話になっちゃうんですけどもまあ本当にですね、えー、今年というかもう最近というかですね永ヌ宮家の惨状というか えー、あのね、エヌミアて、ベルサイユ宮殿のね、えー、60億円ぐらいにもなるんじゃないか、みたいなことも言われている、あのね、ご邸宅だとかね、まあ最近もう本当につい直近で言うとね、えー、久人様のあの学術論文の話、どう考えたって、5歳、6歳の子供がね、そんなとんぼのですね、 えー、調査してると思いますかみたいなね、えー、そういったような論文もありましたけどねどう考えたって大学進学推薦用を見据えているんじゃないかまあ誰でもそう思っちゃいますよね。まあ方や佳子さまにおいてはペルーに行っておーって言ってですね帰ってきてまた、えー、わがまま一人暮らしをしてるとかもうなんかね何て言うんですかねそのね税金を使ってるといったような観点がないんでしょうね。 まあそういったような中でね、やっぱりその俗に言われるその見てこラインというかね、まああの平成の世の中からやっぱり繋がっていたのかな、みたいなことを最近考えているんですけども、はい、今回はですね、その平成時代のお話ではあるんですけども、やっぱりね、この平成時代からまあ平成バブルなんていうね、そういったような語録もありますけども、 もう本当にね、バブル時代だったのかな、みたいな感じですよね。皇室においてもそんな感じだったのか、それをね、ずっと引き続いて、令和でも行っているのがエミ、江ヌヤご夫妻、もしくは江ヌヤ家一家の、ね、方々なのかな、っていうことを感じるので、そういったようなことをちょっとね、お話ししたいと思っております。はい。えでですね、えー、今ちょっとね、ご覧になっていただいているのは、あの、この話はね、皆さんよくご存知だと思うんですよね。 平成時代に今ねご覧になっていただいている天皇皇后両陛下平成時代のですね天皇皇后両陛下がその当時の皇太子ご一家がオランダにね2週間西洋ご西洋に行かれましたよねこれも具体的実際にはそのオランダ政府からのお招きをいただいたので えまあね、指摘旅行ということでは、指摘旅行というかね、お招きいただいたわけですよ。だからある意味ね、えー、言ってみれば公務みたいなもんなわけですよね。一応、あの、建前としてはご静養ということにはなってますけども、あの、招待を受けていることは変わりはないわけですから、ある意味公務みたいなものだったわけですよ。それに対して、えー、この当時ですね、まあ、このちょっとね、下にテロップであるように、公務以外の海外,海外訪問等は私たちはしたことがないみたいなね、 えー、そういったような表現をされていたわけですよ。このね、えー、こと皆さん、まあ、あの、覚えてらっしゃいますかね、ありましたよね。で、このことに関してはね、その後だったっけ、えー、その1年か2年ぐらい後の、えー、当時のね、えー、その、清聖天皇のお誕生日会見で、いや、そういった意味ではない、えっと、いった打ち消しのね、ことを言っておりましたけどね。まあ、でもね、えー、口から一旦出ちゃいましたから、まあ、それに関してはやっぱり、 ねえー、その、えー、オランダにね、えー、ご制御された当時の皇太子ご夫妻のことを言っていたんじゃないかということでちょっとね、えー、批判が起きましたけどそんな感じだったですよねで、えーまあ、ご本人に関してはですねまあそのみてこそまも含めてね、えー、そういったようなご発言をされていたわけですけどもだったらですね公務だったらいくらでもお金使っていいんですかっていう話にやっぱりつながってくるわけですよ例えば、ねえー、今年はエーネミア ご夫妻があのイギリスの大式に行かれましたよ、ね、でなんか知らないけど KN チの職員だとかお付きの人たち全員ねあのイギリスの超高級ホテルに泊まってなんかホテル代だけで6,000万円使ったみたいなねこれ確かテレ東ビズたりが暴露してましたよねそんな話もありましたよねなんかね何でもかんでもね質素倹約を胸とするような皇室のお話とは考えられないようなことを 今現在の AN 宮家はやられてるわけですけども、じゃあこの平成の時代においてもね、分かりましたと、公務に、公務だけでね、海外訪問、訪問に関しては公務だけですっていうふうに言われていたみたいですけど、じゃあ本当にね、公務だったらいくらでも使っていいんですかっていう感じですよね。はい、それでね、この次のページ、ドンと。 でね、えー、この話に関してはね、私ね、確かね、何ヶ月ぐらい前かな、ちょっとね、いつか忘れましたけど、一回お話ししたことあります。なんか自分でもね、この話したなというふうに思ってるんですけど、確か話しましたね。<laughs> もしかしたら皆さん覚えてらっしゃる方もおられると思いますけども、これ1993年のね、えー、9月の週刊新潮の記事の中身をちょっとピックアップしてきてるんですけど、当時ね、この1993年、あの、当時の平成天皇皇后両陛下が、 ヨーロッパをね、えー、訪問されたんですね。その時に使った費用が驚愕の費用ということで、当時の週刊新潮がね、記事として挙げていたわけですよ。で、これね、具体的なこれ、えー、新潮のね、えー、この記事の中身で、今ご覧になっていただいているように、天皇、えー、まあね、ヨーロッパ訪問という費用で、 え2億円の中身ということで、左側にね、当時の写真がついておりますけれども、まあ相変わらず、みてこさまですね、お皿でお皿をかぶってるな、みたいなねえ、そういったような写真も載ってるわけですけど、今言いましたように、これ1993年9月9日号のね、週刊新潮で、具体的にはい、この費用はいくら、この費用はいくらって載っていたわけです。 で、ちょっとこれも全然細かくて見にくいんで、えー、ちょっとね、私の方でようやくさせてもらいますけど、それが次のページ。はい。はい。でですね、平成2億円旅行ということで、え驚、ー、愕費用の内訳といったようなことでね、さっきも言いましたように、公務以外は海外訪問したことないっていうことらしいですけども、じゃあ公務だったらいくらでも使っていいんですかっていう話なわけですよ。でね、その2億円。 でこの2億円にはね、実は飛行機代含まれておりません。飛行機代に関しては政府専用機をお使いになってヨーロッパに行かれておりましたので、この、えー、飛行機代いくらかな、えー、と一応、えー、とですね具体的に書いてないか、えー。これに関してはですね、実際に防衛庁の予算に入っていたので、この2億円の中には、ね、含まれていないんですね。でね、えー、この2億円の内訳のうちの1億1600万円。 これは当時の KN 庁の死刑課の担当者の方が言っていたという話ですね。まあ、なのでね、まあ、その本当なんでしょうね。という中で、これね、えー、まあ、内訳がすごいんですよね。34人の随行員。34人もついてくんだね。すごいね。<laughs> で、そのホテル代が1800万円。なんか34人っていうと、なんかね、皆さん思い出しませんかそれこそね、私もね、えー、小学校、中学校ぐらいの時はね、1クラス大体、 えー、まあ、40人ぐらいいましたけどね。あの一クラスの人数そのものがね、バーっとみんないっぺんにね、ヨーロッパに行っていたっていうことです,すごいわね。まあその34人随行員、すべてのホテル代を含めると、それだけで1800万円。で、出張、その人たちのね、出張手当で500万。合わせると2300万か。うん、すごいね。まあそれだけでもすごいんですけども、あとはね、自動車の借り上げの代金1200万円だとか、 でやっぱりね、何と言ってもね、注目すべきなのはここですよね。この3カ国訪問しただけで、服の身長代がなんと3500万円。1回のね、ヨーロッパ訪問、えー、まあ、公務なんでしょうけども、ヨーロッパ訪問で3500万円を副代だけでかけているというね、えー、そういったようなことです。例えばね、この副代に関してはね、 皆さんもよくご存知だと思いますけども、当時のね、この東宮事情でおられた、この浜尾さんですよ。浜尾みさんね、皆さんもよくね、ご存知かなという気がいたしますけども、この当時東宮事情であった浜尾さんがですね、やっぱりこの新著の記事の中で言ってるんだよね。やっぱり何言ってるかというと、それこそね、やっぱり見すぼらしい格好で言ってくれ、そんなことを言うわけではないんですけども、 別にね、慎重しなくても国内で着られているようなもので十分なのではないですかと、ね、そういったようなことに関して言いたくはないけども結局は全て税金なんですよといった苦言を羽毛さんはね、まあ、正論を言われているわけですよ。苦言を呈していたと、まあ、言われる通りですよね。結局はさ、あの、全部税金なわけですよというのはね。 でさっきも言ったように飛行機代政府専用機のね例えば燃料費だとか燃料代だとかそういったような費用を含まずに2億円でそのうちの3500万服の身長代これ1回の旅行だけですねえー、というようなことでまあすごいわねってことですねでまあ要はね衣装代に関してはこの時はねイタリアベルギードイツと3カ国を え、歴をされたっていうことでしたので、まあ、1カ国につき単純な話、1000万円以上ね、服を新調してると。ちょっと考えられないよね。1カ国あたりね、数日間だけですよ。訪問してるのはね。それでさ、数日間訪問してさ、1100万とか200万とかね、それぐらいのお金のね、服の、服だ、服代だけでそれだけ使ってるっていう話。でね、この時にもね、はっきりしてたんですけど、 陛下に関してはね、それこそね、数着だけだったんですよ。だからね、この3,500万円のうちのせいぜいね、それこそ100万、200万ぐらいなんじゃないんですか陛下に関してはね。じゃあ残りの、例えば3,000万円ぐらいは、20着以上新調したと言われているみてこ様だったわけですよね。まあだからさ、このね、 お帽子だけ、お皿だけでね、えー、なんかね、交代し、非電化だった時には、1億5000万円使ったらとかね、帽子代だけですよ。そういった話もありましたね。まあ、とんでもないわね。さっきも言ったように、何回でも言っちゃうけどね、公務だったらいくらでも税金使っていいんですかっていう話になってくるわけですよね。で、あとはね、えー、交際費で8100万円だとかね。これはまあ、主にその手土産代。 だったらしいんですけども、まあ当時のね、まあ参加国歴訪されましたので、えー、まあ、国家元首の方もしくは閣僚クラスから警察署長に至るまで、そういったような人たちにお土産代ということで使ったのが約8100万円。まあこれはある程度仕方はない、仕方がないという気はいたしますけど、でも8000万円はなんかすごいなっていう気はするんですけどね。これお土産代だけよ。 <laughs> といったようなことで、実際さ、今言ったように、閣僚クラスからね、警察署長までということなので、何人にお土産持ってったか知りませんけども、でも8100万、3カ国だけですからね、ちょっとすごいわねっていう感じです。まあ、といったようなことがね、これが今言いましたように、週刊新潮の1993年9月9日号、平成5年の時の話です。まさしく平成バブルだよね。 ということですよね。まあ、平成5年っていうと今から何年前 ?25 の、まあ約ね30日間前ですよね。ということはね、えー、今から、えー、まあ、要は、あまあ1993年ですので、あのー、要はね、日本ではまあバブル崩壊は、まあバブルは崩壊しておりましたけどね、まだそのバブルが崩壊して、それこそ金融機関がそれからね、クラッシュする直前ぐらいだったかな。 もうクラッシュしてたかな。それぐらいだったので、まだ皇室においては平成バブルが続いていた、みたいなね。えー、そういったようなことだったわけですよ。はい。えーと、いったのうで、ちょっと変えますね。はい。そういったようなことで、今回に関してはね、いやーもう最近ね、あまりにもね、この江ヌ宮ご夫妻、そして佳子さま、あもしくは悠仁さま、 まあ、あの、ニューヨークにトンズラしちゃったエムコさんは別にしてもね、まあ、あの人はっきり言って論外だから、まあ、エムコさんは別にしてもですね、今現在のこのエーヌミア家一家の、ね、方々に関してもあまりにもね、えー、その疑惑の点が大,大きすぎるし、なおかつさっき言ったようにお金使いまくりでしょ。まあ、その最たるものが、えー、エーヌ宮亭ベルサイユ宮殿なわけですけどね。で、カコ様においては、えー、10億円の一人暮らしをまだやっているといったようなことで、全くもってですね、 あの、そのね、何億円だとか、何十億円だとかね、そういったようなものがね、なんかね、ほんとよくお金の表現で、湯水のごとくみたいな表現がありますけど、まさしくね、そういったような感覚ですよね。多分ね、この人たちはね、お金に関してそういったような感覚をお持ちなんじゃないかな、と私は最近思いますけどね。まあ、ただね、そういったような流れが、えー、別にね、その、 令和になって、この永年明けに始まってるわけじゃなくて、やっぱり平成バブルってさっきも話しましたけど、その頃からね、脈々,脈々とですね、えー、まあ、お皿からね、えー、お皿様から引き継がれているといったようなことで、いやー、本当にね、平成時代って何だったんですかね。今、本当に思いますけど、あの30年間は一体何だったんだろうな、ということを私なんかつくつくね、思いますけどね。うーん、というようなことだと思います。 はい、といととうことでね、えー、最近ちょっとあまりにも A の未来の話がねひどい話が多すぎるので決してこれはね令和から始まったことではありません平成から脈々と波を打ってですねもうつながれているような話ですということを皆さんにもねちょっと情報共有といった話をさせてもらいましたねひどいわねということですありがとうございましたバイバイ